はい、こんにちは、ずいふうさんです。今日は Who is Princess? ゆめこさんの運勢を見てみたいと思います。今日からね、放送するということらしいんですけどもね、少しずつね、メンバーやっていきたいと思います。ゆめこさんですよね。ゆめこさんが大吉と出ました。ですので、やってみたいと思います。パッと見た瞬間、不思議の国のアリスですかと、ね、いうことでね、白ウサギを追っかけずにはいられない、ね、そういう恋愛姿勢を持つのは双子座ですね。双子の12度に金星があります。そして木星、月と豪、とトライン、火曜星とトライン、火星と天王星、豪とスクエアと、いうことになります。非常にね、好奇心旺盛な女の子ということです。ですので会話、知的な会話、知識のご馳走、ということですよね。ですから、お牛でお腹いっぱいですと、ね、もう散々ごちそう食べました。じゃあその後何をするの、ね、その後はね、何かね、知的な、ね、遊び、そういったもの、お話、ね、そういったものを楽しむんですよと、いうことで会話を楽しむ、そんなね、知的な会話を楽しむ、そんなね、恋人像ということになります。ですのでね、彩香さんがそうですよね、20でいうとね、彩香さん、彩香さんが、この双子の金星を持ってますんでね、同じような感じの恋愛姿勢ということになると思います。風の球なんでね、情報なんで、情報を集めるのね、上手でね、こういう人ってね、最近できたお店とかね、チェックしてね、もうよく知ってたりとかね、最近こういうね、たまごっちがまた流行りだしたいんだよって言ってね、たまごっち持ってたりね、非常に時代の最先端、新しいもの好きなんてね、言われております。最近の流行語なんかもね、うまく活用してね、面白い会話にしたり絵文字にしたりね、何かと忙しいということでございます。そこにね、木星、もちろんこれはね、冊子的配置、ね、総選挙1位よろしくみたいなね、CD 買ってねみたいな、一番買ってもらえる人ってやっぱりね、木星がかかってますんでね、パトロンのいる配置なんてね、よく言われます。ですんで甘え上手ですよね。ファンに甘えて、買ってちょうだいねってね、応援してちょうだいねって言って、ね、言うと思いね、喜んで応援してくれると、甘えられるのを待ってるとファンはね、いうことでございます。そして、月金星という配置でね、楽しい子です。基本的に楽しいお子、ね、ですんで、人気者ということですよね。ですんでね、非常に家で可愛がられて育ちましたっていう人ね、やっぱ多いんでね、家ではもうね、アイドル的存在、ね、みんなから愛される、ね、そんな存在であります。そして、海王星、ね、いつのことだか思い出してごらん、あんなことこんなことあったでしょう、思い出作りの名人ということでございます。ですからね、もう交際するとね、楽しくて仕方がない。そしてね、後になって美しい思い出となる、恋の美しい思い出作りね、そういったものをするのがね、一番得意なね、配置なんでね、もちろんこれね、モテるに決まってますね。男性メロメロ、非常にイメージ力もあってね、雰囲気もあってね、人より感じる部分が2倍3倍、
ね、ですから佐藤しおりちゃん、ね、朝まではしご酒、ね、行くとね、人の話を面白そうにね、聞いて、人より感じるのは3倍ですから、普通のことでもね、感動するわけです、それは見てる方もね、楽しくなってくるということでね、しおりちゃんが出てると視聴率が上がる、だからね、しおりちゃんもね、そういう番組、はしご酒なんてね、そういう番組引っ張りだこでございます。それはね、この可用性がなければね、普通の面白くないね、顔は綺麗だけどな、面白くない子みたいな感じで、ね、ただモデルをやっているっていうだけの話なんですけども、バラエティにも引っ張りだこになるし、ね、モデルの仕事、女優の仕事、そういったものもね、来るとこういうことでございます。まあ要はモテると、感性豊かということです。そしてね、強烈なのはこの海王、天王星、ね、火星と豪です、ね、火星と豪ですのでね、もうこれはもう意外なところに、ね、意外なところで見せる、ね、だからセクシーです。火星が絡んでくるともうやたらセクシーになります。リンカさんの場合もね、金星リリース、ね、でこれもね色っぽいんですけど、このねもう火星と金星のハードっていうとね、もうなんて言うんでしょうね、うん、かなりね、インパクトのあるそういう見せ方ということですよね。宮沢りえですかみたいなね、そんなようなびっくりするようなね、お色気も使う、ね、色気の方も使う、ね、だから待ってましたみたいなね、ユミカオルの入浴シーンが始まると水戸黄門の視聴率が上がるみたいなね一番あそこが視聴率高いんでね水戸黄門の中で昔はね、入浴シーンなんてありました。おじさんたちはそれを楽しみにね、毎週毎日毎日テレビにかじりついておりました。それと同じようなね、ことで、ゆめこちゃんを見るのがなぜか楽しみで、ね、画面に食い入ってしまうということですよね。ですからこれもものすごい手強いしね、まあマツコさんに言わせれば目標よみたいなね、この子は何、この子は目標よみたいなね、騒いでましたけどね、二重を見た時ね、ということで、かなりのね、でまあ天王星ってもう本当に目の覚めるようなね、びっくりするようなことをするね、カー君はデート中ね、クルーザーから海に飛び込むね、ハッとするね、そこもまたカー君の魅力みたいなね、元光源氏のね、諸星さんね、カー君イコールハワイね、ハワイイコールカー君になってね、まあこの年になっても言うかみたいないつまで経ってもカー君ですみたいな、ね、感じでね、まあそんな恋愛姿勢だから、あ、光源氏の絶頂期カー君、うん、4トントラック3台分のチョコレートもらったって言ってね豪語してましたけどね、9割は自分だってもう豪語してましたけどね、まあそこもねやっぱり魅力の一つで、一つの光源氏というね、もうモンスターアイドルを作り出したということですよね。ですから今回も 手強いすごい金星なんでね、これもまた楽しみです。最強の金星を持ってる人が20に選ばれるということが検証で分かりましたね。JO1 にしても INI にしてもね、そうですね、やっぱりこの辺がね、セクシーということが重要なんだなと、優先順位はそこですっていうことですよね。そして太陽がね、大牛の29度にあり、これはノーアスペクトです。もう大牛のにもう最後って言ったらね、もうこれすごいです。で何がすごいのかっていうと、もう世の中の税の限りを尽くす、ヒカキンですかみたいなね、平気でロレックスの店入ってポンポン買うみたいなね、今日はランボルギーニを買いましたとかね、そんな調子です。
この世の税の限りを尽くして、ね、何かをやる、阿房宮を建てるんですかみたいな、ね、3000人の美女と阿房宮ね、そこからアホっていうね、アホっていうね、言葉ができたという語源の由来になることですから、まあすごい、ね、ですからもう本当ゴージャス、ね、もういいんですと、この方は、ね、もう紅白でね、もうトリを務めてね、セットみたいな衣装でね、歌えばいいんですみたいな、小林幸子の、ね、ぐらいのね、セットみたいな、うん、ことをしてもらいたいということですね。ですからユーミンさんが儲けのほとんどをファンのために使う、ね、そしてもう、ね、この儲けたお金でさらにね豪華なステージ作ってやるぞというのはユーミンさんで、係員にね何万円もする弁当を配ってね派手にやりますみたいなね、税の限りを尽くすみたいなね、ことをやってますけどね、まあまさにねいいんですと、ユメコさんはいいんですと、アフリカで苦しんでる人は今いいんですみたいなね、じゃんじゃん寄付してくださいそっちの方にもっていうね、非常に景気のいい配置ですから、かなりね、対売り出し方ってことになりますので、リンコさん、リンカさんね、リンカさんの方に近いですよね、だからね、リンカさんに最も近い、リンコさんはまた違うんですけどね、リンコさんはまた逆のやり方するんでね、いいんですけど、手堅い方を選んでね、着実にこうね、キャリアを積み上げるって方ですけども、ね、ゆめこさんの場合はね、一攫千金みたいなね、掴み取ってやるみたいなね、男で言うね矢沢みたいなね、矢沢永吉みたいな、成り上がりみたいなね、そういうことになります。旦那さんがそういう人、矢沢みたいな人っていうことですよね。そういう人でないと魅力を感じないというのが、ゆめこさんだったりりんかさんだったりっていうことだと思います。そしてね、水星は王子の、13度にあり、海王星とスクエア、火星天王星号とセクスタイルということでね、職人の王子と言われてぐらい、出るぐらいですからね、もう本当にいぶし銀的な、ダンスでもね歌でもねいぶし銀的な味を出せるのが王子、ですのでね、一切妥協がない、音楽に対する飽くなき欲望なんてね、矢沢は言ってますけど、ね、飽くなき欲望、いい曲を作るためだったらね、もう人の ほっぺたを札束でビンタをする、ね、それが矢沢みたいなそこまでしていい曲を作るっていうね、そういうことです。ですからこれはね、まあ、非常にダンスにおいてはね、まあいいこと、まあいいやり方でこう、ね、発揮してくれると思います。そして海王星はイメージ力だから、こんな感じっていうねイメージとかね雰囲気を出すのが非常に上手です。そういった意味でもね、この職業には向いてると、アーティストには向いている配置、これがなければねアーティストとしてはちょっと苦しいかなということです。そして天王星ね、人の目を見張るようなね、演技をしてくれる、そういうことですよね。火星ね、積極果敢にハードなダンスでもね、もう踊ってしまうというね、ハードであればあるほどかっこいいということになります。ちょっと前、だいぶ前で言うとね、スーパーモンキーズみたいな、ね、もんですから、スーパーモンキーズね、鬼教官牧野みたいなね、そんな感じですからね、非常に、ダンスには向いているということですよね。だからスピードと決断みたいなね、ことだと非常に能力発揮するね。事務職員って言うと暴れると思いますけど、こういう方ね、そういうのはこの子無理だと思いますけどみたいな、ことですね。例えばその昨日のね、
凛花さん、何かね、接客業とかってもう絶対無理だと思いますみたいな、ね、そうじゃなくてみたいなね、迫力のある演技ですみたいな、ね、接客業だったら怖いですみたいな感じになります。奥の厨房で美味しい料理作るっていう方に向いてますからね、凛花さんの場合ね、そういう違いです。そしてね、月は木星と豪、金星とトライン、ね、海王星とトライン、これはね、もうグランドトラインというね、配置を持っています。ただね、グランドトラインですからやるにはね、もうすぐね、始められるんです。もう始められるのはね、もうすぐ始められるんだけど、やめにくいというね、やめられないっていうね、一度乗ったら降りれない急行みたいなもんですから、なかなかそれはね、降りられないという特徴を持ちますんでね、そこはもうよくね、自分がこれに乗っていいのか悪いのかもね、しっかり考えてからやった方がね、よろしいと思います。してまあ、木星火星なんでね、まあ、非常に人の出入りは多い、ね、そして優しい、ね、そして楽しい、だからかなりね、ふわっとしたお母さん像、ね、優しいお母さん像、ね、家族思いのお母さん像、ね、人に親切な、ね、お母さん像、ね、まあ、非常にポッとね、もう気軽に入りやすい気さくなお母さん、ね、木星だとね、いうことになりますんでね、まあ、だから月木星だとね、やっぱり女性の多い職場なんかね、非常に有利でございます。ですからね、モデルってやっぱ月木星多いなってことなんですけど、やっぱり同じ仲間同士ね、同じスタイリストとかね、うまくこうね、調和的にやっていくっていうことが多分重要なのかなって思いますし、まあ二次プロジェクト見てても調和的に人とうまくやる能力、ね、INS でもそう、 INI でもそう、ね、JO1 でもそう、ね、それが要求される場合、こういう方はね、非常にいいのかなと、ね、今流行りのね、隣人春風、ね風のようにね、温かな気持ちで隣人に接するなんてね、木田さん言ってましたけど、まさにその通りで、ね、まあ、非常にね、こういう子だと、ヤンキーみたいなね、すげえ格好しててね、いやー怖いなー、なんかカツアゲされそうだなーみたいな、嫌だなー嫌だなーと思ってね、まあ接するとすごいね、穏やかっていうね、穏やかでいいやつだったりとかするんでね、あー見た目と違うんだみたいなね、経験はたくさんありますんでね、そういった意味で調和的だと思います。はい、ということでね、今日放送ということですよね、ですからもうじき、もうじき始まるんですよね、まあ、何時頃始まるか分かりませんけどね、今のところ3人やってますね。で、あと9人分からん、9人分か、生年月日分かって、6人ちょっと分かんないんでね、またちょっと調べて分かったらやりたいと思います。はい、ということで、チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。それではまた、さよなら。